こんにちは、速稼塾の久保です。ちょっとね、環境悪いところですいません。これはね、私のホームジムからお届けしております。で、まあ電気今消してるところなんでちょっと暗いですけども、声は聞こえると思いますので聞いていただきたいと思います。生活保護30万円ぐらいでどうかなみたいな動画をいくつか撮っていくと、やっぱりね、すごいね、反響がいただけまして、これ賛否両論、本当に賛否両論ですね。やっぱり今の生活保護費では本当にきついと、生きていけない、いや生きていくのがやっとだというね、こういうふうな悲痛な叫びもあれば、そんなにね、生活保護費を上げたら働いてるのがバカらしくなるからやめろみたいなこともあって、まあいろいろとね、本当に勉強になるなと思いました。私も生活保護について意識を向けたのが本当ね、ここ1週間が本当スタートなんで、いろいろとね、勘違いしてることとか思い込みを持ってることとかありますんで、お詳しい皆さんからこうやってコメントいただけるとね、なんかいろいろとね、気づくことがあって大変嬉しく思っております。で、私がね、その生活保護30万にしようっていうのは、本当に健康で文化的な暮らしを送るとしたらそのぐらいかかると思ってるんですよ。まあ、ですんでね、一生懸命働いて15万とか20万の給料の方、ちょっと不足を感じてませんか？健康で文化的な生活を送れてるか、将来に向けて貯金ができるか、生命保険にね、毎月2万円ぐらいかけられてるかとか、車をコンスタントに買い替えられてるかとかね、で月に1回ぐらいはちょっとレジャーの時間が取れるかとか、いろいろ考えたら一生懸命働いてる方はもうなかなかできてないと思うんですよ。で、生活保護の方がこうね、生活保護費が上がると、それはね、ちょっとこう、なんだよそれって思う気持ちは分かりますけども、でも働いていて給料が安い問題、それは別でまた考えていければなと思ってるんですよ。で、今回のテーマ、生活保護を受けてる方に対してこれをね、なんとかもうちょっと上げていけないかなとかね、上げる気持ちはないかなとかっていうのを私の勝手な妄想でお届けします。もちろん私がね、決定権があるわけではないですし、そのための運動をどうすればいいかってこともまだ全然わかりません。ですんでね、私の妄想というか理想論から始まったことであって、もうちんぷんかんぷんかもしれません。まあそういう点ではね、お叱りをいただいたりとか、もっともな指摘とかあると思いますけども、ただね、私はね、多分今の生活保護の金額とか、その何ていうんですかね、例えばね、給料20万とかで、住まいを十分に整えてとかね、余暇を過ごしてとか、夢と希望を持って将来のために立ち向かっていこうとか、なんか勉強しようってできないと思うんですよ。いや、できないでしょ。いや、15万とか20万でね、もう全然これだけだったら十分だよって暮らしてる方、本当すごいと思いますよ。だから、働いていようが、生活保護だろうが、ちょっとね、所得っていうのは見直さないといけないし、そのために、制度をね、なんとか変えていかないといけないんじゃないかなと思うんですよ。だって皆さん、公務員さんの給料って高いって感じるでしょ。でも公務員さんは公務員さんで豊かだっていうふうに主張する方は誰もいないんですよ。ですんで、公務員さんも結構ね、ギリギリで生きているとかね、そんなにね、裕福じゃないですよって言うと思うんですよ。ということは、公務員さん並みの給料をもらっていても別に豊かさは感じれないってことなんで、今度はね、公務員さんももっと給料上げていきましょうって話になるかもしれないということで、それぞれの立場からやっぱりね、これでいいのかどうなのかってことをまた考え続けるいいきっかけになると思うんで、一石を投じる意味でちょっと動画の方をね、撮らせてもらいましたけども、本当にね、皆さんからいろいろと学びになるコメントを本当感謝しております。ありがとうございます。で、その中で、ね、今回ね、ちょっといくつかこうね、コメントをまとめてみましたんで、一緒に考えていただければ幸いです。例えばね、生活保護費が30万だったら高いっていう方結構いました。そんなんじゃダメだと、堕落するばっかりだと。で、残念ながらね、じゃあいくらなら適正なのかってことは一人も書いてなかったんですよ。じゃあ30万がダメなんだったら、じゃあ13万だったらどうですかとか、16万だったらどうですか、20万なら適正なんでしょうかってことを、具体的にこのぐらいの金額ですよとかね、地方は何万で都市部はこのぐらいっていうのがなかなかね、ちょっと見れなかった、一件も見れなかったんで、ちょっと今回ね、何かね、このぐらいの金額だったら妥当じゃないのっていうのがあったら、その内訳も込みでちょっとね、出していただければ幸いでございます。難しいと思いますけどね。私はね、内訳をやると37万になったんですよ。でも確かに私40代で給料37万とか所得が37万って決して高くないですからね。それこそ裕福でもなんでもないですから、37万だって日本人の平均の給料が400万とかでしょ、なんか30代ぐらいで、ちょっと忘れましたけども。ってことは、400万でも豊かさは感じれない、健康で文化的な暮らしが送れるかどうかっていうのは疑問なわけなんですよ。だからこれはね、生活保護の方に関わらず、働いていらっしゃる方もちょっとなんかね、所得を上げる、可処分所得を上げるための、個人的な戦いではなくてね、組織とか国を挙げてのムーブメントにしていかないと、
ちょっと世界的に見ても日本人貧困層が増えるんじゃないかなと。だって、ね、年収300万とか言ってもう毎日働いてる方でもそんな感じで給料も上がらない、ボーナス出ないってなると、これも先がないですよね。そういうんじゃいけないなと思います。やっぱり年齢とともに所得が上がっていったりとかね、それからなんかチャンスが増えていったりとか、やる気になるようなね、働き続けていいなって思えるような、そんな制度設計がいるんではないかなと思うんですよ。ちょっと生活保護の話からちょっと離れちゃいましたけどね。次、働くことがバカバカしくなるって意見がありました。生活保護でお金もらえちゃうんだ、それだけもらえちゃうんだったら働くことがバカバカしくなるっていう、私はどうかなと思いますよ。月に30万で働くことがバカバカしくなるんだったら、それ月30万もらって働かなくていいんじゃないかなと思うんですよ。でもなんかね、その働くっていうのは収入源であるのと同時に他にもたくさんの意味があって、そこではね、職場の信頼関係とか、やっぱ人をまとめていくね、リーダーシップを学んでいったりとか、協力して一つのことをやっていく信頼関係とかね、なんかやりがいですとか、なんか貢献とかね、なんかいろいろ意味があると思うんですよね。まあ、こんな隠居暮らししてるふざけた私に言えた義理ではないんですけども、働くって収入があったら十分なんですかね。なんか違うような気がするんですよ。堀江貴文さんとか孫正義さんとかね、よく例に出しますけども、あの人たち給料30万どころじゃないのに誰よりも働いてると思うんですよね。これお金のことクリアしたら働くのやめる人ってそんなに多いのかなと思っちゃうんですけども、皆さんのお考えいかがでしょうか。それからね、まあぶっちゃけね、生活保護費っていうのはじゃあいくら以下だったらいいんですかってことなんですよね。いや、俺の所得が今一生懸命働いて18万なんで、それを超えるのは許せないっていうんだったら、じゃあいくらならいいでしょうかってことなんですよ。いくらなら怒らないです くれますかってことなんですよ。だからね、そんなに生活保護費やってたまるかみたいな意見はたくさんあったんですけども、じゃあ自分の所得よりも低ければとりあえずいいでしょうかっていうね、なんかこれはこれで別のね、感情的な問題を生みそうなんですけどもね、そういうのもありましたら聞いてみたいなと思います。まあ、このぐらいですかね。まあ総じて言えば、生活保護の給料って一体何を基準にっていう風になっちゃいますよね。公務員さん基準なのか、サラリーマンさんの平均所得ね、発表されてる通りに403万とかあんな感じでしょ、あれにいいのか、それとも今はいろんな可処分所得が減ってるんで年収200万が標準なんだとかね、派遣社員さんの給料をベースにするんだとか、でも私が思うのは、憲法にあるのは健康で文化的な暮らしなんですよ。これ健康で文化的な暮らしって個人差があることも考えてですね、やると、どっちにしてもね、ほとんどの人がじゃあ15万とか10万で健康で文化的な暮らしを送れないと思うんですよ。私は、ね、私がただ無駄遣いをしてるだけかもしれませんけど、私ね、はっきり言ってホームレスもやってるんですよ、2年間。でその時は所得はマイナス100万でした。だから10万どころかマイナス100万でも私はね、何不自由なく暮らしてはいたんでマイナス100万でもいいとは思ってるんですよ。私広島市内でね、平和公園でホームレスやってましたから2年間ね。その時の話またしますけども、平和公園を住所に使ってね、郵便物とか受け取ってたりしたんですよ。面白いでしょこの話で。ファーストフード店に行くと、私たちホームレス向けにね、ちゃんとね、バンスとかが汚れないように置いてくださるスタッフの方がいらっしゃったりとか、あとあるコンビニではね、私たち向けにね、ちゃんとお弁当を汚れないように、日付切れのやつをね、こっそり置いといてくれたり、ゴミ箱の中にですよ、こっそり置いといてくれたりしてるんですよ。でそれをゴミ箱を漁るふりして、綺麗な日付が数時間前に切れたやつをね、持って帰って食べるみたいなことをね、ちょっと今では許されないかもしれませんけど、そういうことをやってたんですけども、なんか結局ね、マイナス100万の月収でも私は不自由はなかったんですけど、これは私の経験ですから。だから自分がやったからみんなもそうしろっていうことになると、とってもじゃないけど窮屈になっちゃうんで、通常はですね、やっぱりね、マイナス給料じゃやっていけないと思いますし、そこそこね、まあ、5万でも足りないと思うし、10万でも足りないと思うんですよ。だから生活保護費っていうのは今ね、いろんな消費活動とか、この国の成長戦略とかを見て見直さないといけないのかなと思うんですよ。確かに30万っていきなり出したのは乱暴だったかもしれませんけども、じゃあいくらだったら適正なのかっていうね、内訳とともに出せる方がいたらちょっと教えてもらいたいんですよ。今携帯電話も普通に持っている時代ですし、移動手段としてね、別にマイカー持ってもいいと思うんですよ。5年落ちの軽自動車だったら別に良くないですかね。そういうのがあってもいいと思うし、それから住まいもね、なんか県営住宅ばっかりじゃなくて、ちゃんと選択肢があって健康で文化的だと思うんですよね。じゃあ5万円とか6万円のところに住んでも、それは別に大学生の下宿だって、お父さんお母さんが仕送りしてね、
5万ぐらいのマンションには住ましてるじゃないですか。ってことはそのぐらいのことはいいんじゃないかなと思うんですけどね。どうですかね。で財源のことはちょっとね別の話になります。 MMT とかの話をした後にしますから、財源のことは置いといて、じゃあ健康で文化的な暮らしを送るのに労働者であろうとも、それから公務員さんであろうとも、生活保護の方であろうとも同じような金額に落ち着くはずなんですよ。なんで生活保護の方だけね、なんかすごく低くって、働いてる方の流入を下げるようなバランスにしてるのかと。でもっと言ったらね、働く人は働くっていう喜びも得てるわけですからね。生活保護を受けてる方っていろんな事情があって、働きたいのに働けないっていうね、その悔しさとかあると思うんですよ。だからお金をもらったからへいへいのんのんじゃないんですよ。いや働きたいのに働けないよと。働く喜びとかね、人に喜ばれて誰かに仕えてありがとうって言われて、なんかね飲食店で勤めたいなとか、なんかトラックの運転手したいなと思ってもいろんな事情でできない、働くことを制限されてる方に対しての、やっぱりねお気持ちとか考えると、働く大変さもあるけども、仕事ができない大変さも私あると思うんですよね。社会に関われていないっていうね、疎外感とか社会参画ができてない、拒絶されてるようなね、そんなハードルとかもね感じながら、心理的な圧迫も感じながらで、なんかいろいろ思うんですけどもね、どうですかね。まあ今回はねそんな感じでございますけども、30万でダメなんだったら、じゃあいくらだったらいいのか、ちょっと内訳が出せる方ちょっと教えてください。いろんなパターンがあると思います。それこそね、内訳をやったらもしかしたら8万円ぐらいでお前我慢しろみたいなことになっちゃうかもしれませんし、もしかしたらじゃあ45万ぐらい実際かかるよねってことになったり、年代別でこうだとかね、家族構成に対してはこうだとか、地方だったらこのくらいとか、都市部だったらこのぐらいとか、いろんなパターンがあると思いますんで、全部とは言いませんけども、例えばこういうケースだったらこのぐらいだよねっていうのがね、もしあったら、そういうことをねいろいろ話し合って落ち着くところに落ち着くと思うんですよ。とりあえず叩き台としてこんなのはどうみたいなね、軽いノリで、でお互いの意見をね潰し合うのやめましょうね。まずは自由に発言できるような場を作って、なんか思ったことを言えないような空気をお互い作るのはやめにしてですね、とりあえず全部肯定、全部それもいいよね、それもいいよね、それもいいよね、でお互いにやっていくという雰囲気でお願いします。では失礼します。